で死体見つけたんですけど、ボタンを押してからゆっくり押そうと思って、あの試験管のタスクやってからレポートしようとしてました。そんなバカな。難解な事件ですね。難解な事件、難解なっつってね。テンコテンコ。はい。ちょっとメトベイルート、先端生存ルート。今日の遺跡型ランキング最下位はごめんなさい、大マイナスのあなた。エレクトリカルに行ってる最中になんか人が後ろから来て殺されて漫画家になっちゃうかも。今日テンション高いですね、先端教授さん。一歩だと思います。え、原産だとは多分とか言っちゃいけないわ、これ原産です、これ原じゃないです、原じゃないです。原、あの原死体見つけたんですけど、ボタンを押してからゆっくり押そうと思って、あの試験管のタスクやってからレポートしようとしました。そんなバカな。場所どこですか、場所は。メトベイにあったってことですね。そうです、メトベイで、クロボさんの死体がスキャンしてるところの上ぐらいにちょうどポンって乗ってて、でその横でゲンさんが試験管ぐらいのちょうど位置に立ってたのに何もレポートをしてなくって、はい、入ってきたって。これ唯一さんとゲン、ゲン両方白で置いていただけますよ。私普通に本当に試験化をしてからやろうと思ってたから、どうせ誰も来ないだろうと思って。そんな私がもしキルしてるんだったら即出ていくか弁当入りますよ、当たり前ですけど。やっぱでもタスクをやってたかどうかわかんないですよ。タスクを確かにやってたような位置にはいたけど、はい、1分かかる試験管のやつを押してからレポートしようと思っただけです、本当に。まあ一理あるね。クロムさんがいつ死んだのかっていうのでなんか絞れそうな気もするけど、なんか最初っぽいね、その話を聞くと。それが本当だった場合は最初だと思う。クロムさんのシンプルに最終位置お願いします。普通に払いたいの。最終確認情報、あの最初リアクターいたっけ、リアクターで先端さんと自分、夏目さんです。夏目さんがやってました。この時クロムさんも いたっけな。なんかもう一人4人いた気がするんだよね、確か。私行きました、リアクター、やつは。それは見てた、見てた、やつは、うん、夏目先端、やつは誰ですか。ゆいさん、ゆいさん。そうですね、リアクターもでも修理私がいた頃終わってたけど。はい、そうです。なんかもう早く先端さんは絶対無理かな。今回の殺害は初動左行ったの先端自分でしょ。初動を最初黒川クラムさんと神宮寺さんと私カフェテリアの右上しっかり投票してください。最初だけ投票だけはやめて。これだけ言っときます。で、あとゲンです。ゆいさん、ゲンはゆいさん白だと思っています。ゆいさんとエレクトリカルでお見かけしたんですけれども、自らキルして自らメドベイでレポートするメリットは黒だとないと思いました。一理ある。一理あるボット。なんか両白な感じするますよね。さすがにメトベイでキルして上にたたずむは、なんだ、誤操作ぐらいしか。なさそう、押さないな、これ。はい。
ブス。押してほしかったな、ゲンさんか、ユイさんに。いや、ゲン目線で、ユイさんもゲンも全然白いと思ってて、あとユイさんの白いやつもう一個足すとすると、あのリアクターになったじゃないですか。いや、ユイさんが白いの分かるんですけど、ゲンさんがその白いっていうのは、なんか今、どさくさな気がするんですけど、さっきも言いましたけど、私の黒照明もう終わってると思って、分かりましたけど。いやだから、まあ、じゃあ、あそこでフェイクキャストするメリットと、あ、待って、フェイクキャストするメリットと、ベントに入らない、もしくは出ていかないメリットを教えてください。分かるけど、センターさんがそのゲンさんを押してほしかったなっていう理由も分かるっていうだけの話です。あまりさ、これやっても水かけ論だから、他の人の位置を知りたい。自分はセンターさんのことを白く持ってて、ゲンさんはユイさんのことを白く持ってるんでしょ、はい、他の人の位置とかを知りたい。最終砂ザメナビゲーションです、うん、最終位置。ナビゲーションの通路かな、ちょっと。最終位置じゃなくて、最初かな、最初の。最初最初、リアクター、じゃあ砂ザメからいいですか、はい。最初から。最初から。てか、直前じゃないの、リポートしたの。原産が下の近くにあったってことでしょ。死体の横に原産がいて、その場に私がメトベイで入って、できてその瞬間レポートしますってことは、ゲンさんが犯人じゃないんだったら、あのそっか、最終位置の方がいいか、最終位置の方がいいと思います。でちなみにナビゲーションは1だったんで、砂ザメさんの証言は合ってます。ナビゲーションの通路で砂ザメさんと合ってたと思います。確か最終位置はその竹尾くんとの近くだった。確かなんか O2 になってたでしょ。 O2 に入る手前ぐらいだった。あそこのなんか通路のほんと真ん中ぐらいだよね、確かね、うん。夏目先生どこですか、最終位置。ちなみにどこだっけ、どこだっけ。ちょっとどこだか分かんなくなってきた。ストレージあたりだった気がする。あ、ストレージだ。ストレージで先端さんと合ってる。リアクターは行ってますか。行ってね。あ、リアクターは自分と先端さんが直してる。初動は左行ってる。無理だね、うん、下行ったからね。神宮寺は最終位置アドミンで、先端さんもいらっしゃったし、高田ロアエンジン、ね、高田ロアエンジン。それ信じるんだったら、お砂ザメ原油あたりじゃない。投票やめてね、無投票は。もちろん洗ってもいいけどね。最終位置行ってない人とかに押してほしいけど、もう押せません。あった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 。最終位置行ってない人は多分行ってない自覚があるから押してくれるはず。インポスターでも白照明になるならって押してくれるはず。はい、ゲンはもう喋らないですので他の方お願いします。はい、あの高田さんが最終ドアエンジンらへんにいたのは多分確認してるっていうか、ロアエンジンめっちゃいませんでした、ずっと棒立ちで。これね、なんかね、説明この時間でやっちゃうとあれなんだけど、バグが起きてて、ああ、うん、それでずっとちょっとロアにいたっていうのがある。あ、まあ、終わった後でいいかな、それ。ロアに閉じ込められて、うん、高田さんと私一緒に、うん、でその後に多分上から先端だ、誰だったかな、なんか先端だった気がするけど、誰だったかわかんないけど、閉じ込められてるやつの中からこう入ってきたから、高田さんがロアエンジンにずっといるなっていうのは私が見てて、あ、それは私も見てます、ユイも見てます。そっから、うん、要するにその十字路から私はロアに上がってきて、八津葉さんとすれ違ってて、うん、高田さんがロアエンジンにいるの見てます、うん、で私多分ちょっと記憶曖昧なんですけど、最後ロアからストレージあたりに行こうとしてたところらへんだと思うんですけど、うん、エレクトリカル行ったかな、行ってないと思うけどな、ストレージエレクトリカルらへんにいます。神宮寺さんどこだった。最初アドミンです。先端さんもいました。あ、いた。あ、そっか。最初の位置ですか。最終、最終ですよね。ああ、じゃあだいぶいなくね、お互い。え、砂ザメさんってどうなんでしたっけ。ナビゲーションで、ナビゲーションで、それ先端さんの竹尾くんが見てる。なんかそのカフェテリアで最初黒川クロンさんと神宮寺さんと私いたじゃないですか。でその後ストレージ下がってロアエンジンリアクターのタスクってやったんですけど、そのカフェテリアからストレージに下がった時に砂ザメさんとすれ違ったなっていう記憶があって、そこからパイピリアクターです。リアクター出たも私見かけてますよね、誰か。あれってね、リアクター出た後って砂ザメさんとか先端さんって多分ロア側通ってどっか行ったよね。行きました、行きました。なるほどね。
うん、だそこまで八つ葉さん視点でも怪しい位置ではなかったかなっていう。じゃあ死んだ時間が違うのかな。いやまあかもしれない。直前じゃないんじゃない。ゆいさんとげさんとりあえずペアでこの話を一旦落ち着く形で。多分了承ですよ。でもそれ証明できるんだったらより良くないですか。面白な感じはしてるけど一応ね。なんか嘘をついてる感じがしないんだよな。死んだ時間が、でもそれだと原産はね、水色。夏目さん見た記憶があんまないんだよな。夏目さんはそれか、でも先出しだったもんな。でもバグってるよね。オーテュー。難解な事件ですね。難解な事件、難解なっつってね。死にそうだから後で来よう。か、うん、ウェポンです。ウェポン、ウェポンの上側、はい、に夏目さんの死体がありました。ウェポン O2 にユイさんいなかったっけ。いました。 O2 に、はい、ユイケンさん両方います。はい、いました。武雄さん、僕とアドミンでいて、見てすぐ行ったって感じですか。そうですね。でも別に死体あったと思って行ったわけじゃなくて固まってたんで、はい、はい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 、そっち行った。センターさん直前にウェポンから通り過ぎませんでしょ。あ、僕どこです。僕、あ、どうぞどうぞ。10秒ぐらい前に俺ウェポン過ぎてて、俺カフェテリアのタスクやってたんだけど、左上の、あ、で、うん、なってだから俺その時死体多分っていうか絶対見てないと思う。ウェポンどの辺、俺 O2 側からっていうかナビゲーションのあの通り側からカフェテリア抜けてるから、ウェポンの上側、あ、ダウンロードや、いや直前ってこと。いや10秒ぐらいは経ってると思うけど、どうだろう、下側通ったら見えないのかな。ちょっとセンターさんが思い出した、竹尾さんとそう誰かとねすれ違ったの、あのウェポンとカフェテリアの時ちょっとねマップ開いてて、うん、誰か分からなかった、それたか竹尾さんか。あ、砂染さんに聞いていいですか。砂染さん、はい、O2 来ましたよね。O2 来ました。 O2 で多分直したのは私です。で、ウェポン通って、カフェテリアの左上のタスクやってからそのまま、アッパーエンジンの方向かいました。多分ね、砂染さんじゃない、俺砂染さんの後ろ走ってって何にも起きていないから砂染さんじゃない。あ、そうだね、私がやってたら多分高田さんが発見してるんでした。そう、多分順序的に俺が砂染さんの後ろ側になってるから。なるほど、地形列で分かりました。僕夏目さん見てないんだよね、ウェポンで。だから見落としかな、死体になってたのか生きてたのかちょっと分かんないけど、多分見落とし。今回の結局犯行できたのが誰なの。結構いたっていうこと。でもそこのウェポンにいた方々のどなたかってことですよ ね。多分神宮寺さん以外だと思うんだけど。そうですよね。それぐらいしか分かんない。先端さんか高田さん、竹雄さん、この中に一郎いると思います。竹雄さんってどこいた。おそらく竹雄さんは違うと思います。セルフするメリットがないので竹雄さんは。そうですね、うん、見落としてたかな、マップ見ちゃった。チャンネル登録ありがとうございます。ちょっとマップ開きすぎてんな。まあ、タスク早く終わらせて白証明するか。そういえばね、新しいね、オーディオインターフェースをね注文しました。とりあえず定番 AG03 ちょっと値上がりしてたけど、
あー怖いね、ここね。夢で見た。ここで死ぬ夢を見た。あれは夢だった。ことしかできねえ。よし。おわせるやんけ。高田さんとか。セルフか。メンタル化け物。竹雄さんメンタル化け物すぎ。二度見したね今ね。ゲンです。赤、アドミンの、データ情報を見るところで赤が死んでました。センターさんが死んでました。ゲンさんがアドミンの。はい。ところで。センター殺せそう。センターさん結構疑わしいと思ったから。そう疑わしいと思ったから死ぬの。さっきのウェポンでの殺害はかなり黒目だったから、はい、驚きだけど。そうですね、だから竹雄さんか砂溜さんの二択になっちゃいましたね、ウェポンの事件の容疑者は。今これ入るんじゃないの。一応私ゲンさんとずっと一緒にいました。あの、はい、今さっきははぐれちゃったけど、さっきの夏目さんでしたっけが死んだ時は、ね、ゲンさんとずっと一緒にいました、はい、であと今回のケースも、1回目のケースもそうなんですけども、リアクターとか O2 を鳴らして自ら死体レポートする黒はあんまりいないということはお伝えしておきます。あのゲンさんすごいまあいいや。まあ私がそれをセーフにやってもらって。オツなる直前、ゲンさんとユイさんがエレクトリカルにいるところを私は確認してて、はい、だからそのオツなる前っていう直前で言うと、その2人はないのかなとは思いますけどね。オツ、はい、で鳴らしたら、まあ、私が自らオツを鳴らして、オツでセンターさんを殺したって時系列を追いたいのであれば構いませんが、その場合ユイさんも追ってくることになるので、そうですね、ユイさんとまたは。うん、これそうなんです。エレクトリカルにいて八田さんと出会う前に殺してたんだとしたら、うん、これ多分原産ユイの二郎っていうパターン以外はありえないと思います、うん、でもそれはないんじゃない。でも神宮寺さんも死んでるんですよね。そういえば神宮寺さんの情報を洗えますか。あのね、神宮寺さんセキュリティで私一緒になってて、はい、よく、うん、でセキュリティは私が見てる間、左のあのセキュリティのカメラで見れるやつを神宮寺さんがやってて、代わりにモニタリングを神宮寺さんがやってる時に私がやっててっていう時間があった後、もう一回見てたんですよ、神宮寺さんがセキュリティを。だからエレクトリカルに行ってるユイさん、もう時間なんでいます。ゲンは砂溜さんに入れます。イエス。あ、でもあり得るか、砂溜が入れるとしたら弁当ぐらいなんだよな。あ、八つ葉さんに2票入る。うわ、これ八つ葉さん多分白ですよ、二郎に入れられたな。いやー、しまった。ゲームボタン押せないので誰か対策で押してください。押します。じゃあ弁当開いてたのか。マジか。あー、てかウェポン、そっか、弁当無警戒だったな、完全に。そっか、弁当か。タスクやることしか考えてなかったよ。やっぱりか、間に合わなかったな。ナイスナイス。やられた。やばい。ちょっと聞いてもらっていいですか。聞いてもらっていいですか。あの、一つ聞いてもらっていいですか。僕セキュリティで竹雄さんが弁当から出てくる瞬間を見たんですよ。ですよね。あ、見たと思ったら砂溜さんにバシュってやられました。目撃者は殺す。なんか神宮寺さんが余計なものを見てる気がしちゃって。
見られたと思ってカフェテリア押される前にカフェテリアで貼ってたんだけど誰も来なくて、あれ、ね、私が神宮寺さんをちょっと口封じさん口封じしてもらった。それで竹尾さん左行って右行ってうろうろしてたのか。いやー砂雨さんマジでうまい。あの弁当切るウェポンの弁当に入ってて通った瞬間に切るし速攻で入ってて、高田さんが後ろ追ってるの分かったので、あ、これウェポンで弁当がくれれば高田さんが私の方がウェポン先行ったって証言してくれるかなと思って。いやそうなんですよ、まんまとでしたね、まんまと。いやあれはマジでうまい、めっちゃうまかった。やめます。僕やられるタイミングもすごい、もう動画にしますけど抜群のタイミングで砂染さんにやられましたからちょっと聞いてほしいんですけど聞きたいことがありそうだな。僕アドミンで あの見てたら竹尾さんが弁当から出てきて殺されたんですよ。出たその時に左に高田さんがいたんですけど、高田さんなんか見て見ぬふりみたいな感じでカフェテリアの方行ってたんで、あ、高田さんと竹尾さんにいろうかーってなってたら、リザルトなんか違う色の人だったんですけど。あれ？いやだから、俺ね、いやいや、アドミンってセンターで、おい、センター死ぬのって自分の放送で言ってて。死ぬの高田さん、センターさんがベンチに入ったとこしか見れない。俺ね、本当に死んでるのかな。最終日でも本当は勝てた試合ですね。これ少なくとも砂染さんまで落とせましたね。もうちょっと頑張れば。私落とせたんですかね。一応高田さんの証言があるからもう。なんか私竹尾さんのあれがなんか通報ウェポンにあったっていうのが偽だったんじゃないかっていうのは追ってたんですけど。入れなかった。ほんまもんでしたね。まかさね、これは。通報しなかったら嘘だったんで通報せざるを得なかった。だから、いや言ったすみません、なんか私余計な動きしちゃいましたからね。最初の試験官本当に右に行ったんで。最初見た時は絶対インポスターだと思ったんで、そっから一緒に行動してて、あ、本当だったんだなって最終的になったんで、あの最後セルフリポートも全く疑ってなかった。ああ、そっか。ナビゲーションにいる砂染さんに後付けで竹尾さんがあったって合わせたのか。竹尾さんはいなかったです。あれいたっけ？いた。あれ二人でいたって証言してたから最初の殺害考えるんだったらだけど。え、いつ殺されたんですか最初は？リアクター直った後ぐらいでクロムさんがメドベイ出てでベントでキルした感じです。え、ってゲンさんは気づかなかったってこと？はい、いや気づいてますよ。メドベイ殺人。メドベイ殺人の件はゲンは死体見てたんですけど、あの死体の横に試験管とタスクあったんで押してからやろうと思って、押してる間にユイさんが見つけちゃって。ガチ最高じゃん。そう、そう、議論中も言いましたけど、議論中も言いましたけど、あの黒だったら右の視点間のフェイクタスクやる意味全くないですからね。いや、ま、だ上に逃げるか左の弁当に逃げるか。こっちはあの後に。